萩原さんおめでとうございます。どうしたか。どうも、とにかく焦らないように焦らないようにと思って、ちょっと本当に今回優勝しないといけなかったので、それに徹したというか、前の自分だったら多分もっと焦ってやってたと思うんですけど、ずるいかもしれないですけど、とにかく何があっても焦らないように、最後の鶴の坂を越えるまでは忘れないように焦らないと思って、こう必死に自分を抑えて走ったんですけど、はい、それは勝てないレースが続いたからか、ね、今年、レースを走ってないっていうのは、おい、ちょ、イカ止めよ、ごめん、向こう行こう、イカ止めよ、ごめん、そうですね、ホッとしたっていう、それともホッとした、今回は絶対勝たないと行けなかったのでホッとしたんですけど、やっぱり内容は全然満足しなくて、ここの走りだじゃあやっぱ出てできないですし、内容は悪かったですけど、とにかく勝てて本当に嬉しいです。はい、どの辺が満足できなかった。やっぱり怖かったんですよ。自分がこう何ですか、気持ちが高ぶって行かなきゃって言って、後ろを振り返らずに行く自信がなかったっていうのと、引き離したかったってことね。できればもう本当かき混ぜたかったんですよ、でもやっぱりそこまで力がないっていうのは、やっぱり自信がなかったっていうのもあるんですけど、その辺がやっぱり消極的だったなと思うんですよ。でもとにかく今回は勝ちに徹したというか、本当に絶対何があっても焦らないように、誰が前に出ても誰が離れても大丈夫だからっていう感じで、無茶しなかったです。